はい、皆さん、ステラジは山亮と申します。スターステールプレゼンツウェブレディオプログラムステラジね、今日はなんと第10回放送ということでね、なんやかんやと言いながら10回目まで来ましたねということでね、もう皆様のねご視聴のおかげですと言いたいところですけど、まあ前回の動画がまだ2再生も入ってないということなんでね、誰が聞いてるんだっていう、いや聞いてないんだなこれっていうことはね、重々承知の上で撮ってます。まあまあ、もしかしたらね10年後とかにね聞く人がいるかもしれませんし、まあね YouTube だからずっと残りますしね、まあ、うちのチャンネルがバンされない限りですけど、まあそのあたりはね頑張ってなんとかやりますんでね。さあということでね、まあ新年度迎えましたよ。ねえ、まあまあまあ、うちのね、番組なんてそんな改変もね、下手くりもなんもない、番組でございますからね。まあ特に、何か変わるわけでもないんですけど、まあまあ、リニューアルはね、この4月に向けて、まあやってたのやってたんですけどね、チャンネルをいろいろといじったり。まあそこもちょっとまた、すいません、作戦変更がね、出たりしましたんで、まあそれはね、ちょっとまた、この後の、近況トークのあたりでね、やっていこうと思いますのでね、そのあたりでちょっと紹介させてもらえればと思います。まあ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 、ちょっとねいろいろと見切り発車でやってますからね、まあいつも計画性がないのはないですからね。まあまあまあ、とりあえずね、なんだろうな、ね、春ですね、桜もねちょっとね見に行けたらなと思ったんですよ。結局ちゃんとしたね花見はできすじまいでしたね。まあ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 、ちょっとね、桜を見ることはできたんですけど、まあ本当はね、吉野なんかに行けたらなぁなんて思ったんですけど、まあね、天気も良くなかったし、まあまあ、ねっていうところがありましたんでね、まあまあまあ、そのあたりとかもね、また改めて、ちょっとね、撮っていこうと思いますんで、とりあえずオープニングはね、これぐらいで締めさせていただいて、タイトルね、入っていこうと思います。ということでですね、スターステージプレゼントウェブレディオプログラム、ステラジ、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。スターステールプレゼントウェブレディオプログラムステラジ。この番組はゲームからカレーまであまねく創作をクリエイトするスターステールプレゼンツ、燃える心が日本を変える日本邦画党の提供でお送りします。令和3年3月、スターステールチャンネルが大きく生まれ変わります。今まで山寮スターステールチャンネルとして1チャンネルだった番組がスターステール総合チャンネルをメインチャンネルに、郵便いろいろ解説チャンネル YouTube、 三重県北中西地域情報チャンネル4つべ、ヤマペディアが新たに独立チャンネルとして新設されます。また政治時事チャンネルとして運用していたサブチャンネルの山寮日本邦画党チャンネルが、山寮政治時事個人チャンネルという個人用のチャンネルに生まれ変わります。スターステールはこの5チャンネル体制でお客様のニーズに沿った番組作りができるよう努力してまいります。すべての番組に関する情報はスターステール総合チャンネルで毎週水曜日に放送されるステラジにて情報が公開されておりますので、そちらも合わせてご利用ください。皆様のチャンネルリマインダー登録、そしてコメント投稿などご参加どんどんお待ちしております。はい、改めましてステラジは山寮と申します。さあね、まあね、桜ね、まあこの時期らしいトークからね、やっぱしね、最初はね、季節のトークとかをするのもね、ラジオっぽくね、いるんじゃないかということでね、まあちょっとね、脚本の方にもね、入れてみたわけでございますけどね、まあとりあえず桜を見に行きたいっていうふうにね、脚本には書いてありますけどね、そうそうそう、一応ね、脚本書いてやってるんですよ、これ、こんな大丈夫で、まあ簡単なやつですけどね、ということでね、まあ桜ちょっと見に行きたいなと思いながら、結局もう葉桜になっちゃってますね、この辺りは。もう今年ほんと早かったですよね。うん、なんか記録的な速さとは聞いてたんですけど、まあやはりね、ちょっとね、コロナの兼ね合いとかもね、ある兼ね合いでね、まあコロナに関してはね、そのいろいろとね、その思うところはあるわけではございますが、とはいえですよ、まあね、どうしても仕事からね、ちょっとね、かかっちゃうと本当にいろいろと、大変なことになる、仕事柄でございますので、なかなかね、毎日
もうちょっと防がないといけないということで、まあちょっとリスクマネジメント上はね、まあね、ある程度このレベルならそんなかかることないよっていうね、ところはね、わかるんですけど、ただね、まあどうしても、それよりも、より厳しい、ちょっと基準でちょっと行かないといけないっていうところがあり、兼ね合いでね、やはりちょっと県外移動もやはりまだ難しいなと。いうことで、まあね、ということでね、どうにかね、ちょっといろいろとね、県内でね、まあ、ちょうど地元のね、ラジオは、地元向けのね、チャンネルも始めたことですし、ということでね、そっちの方なんか見ながらですけど、まあ、桜自体はね、ただね、ちゃんとした花見ではないんですけどね、実はね、今行ってるね、その現場のところに、実はまあ、ちょっと敷地が広いところでして、敷地内にね、実は桜がね、木が植わってましてね、まあ、そこがね、桜が見えたんで、まあ、実は桜自体はね、結構じっくりと、ちょうどね、昼休憩の時にね、真ん前でね、見えてね、結構ね、桜吹雪なんかもね、窓開けといたらね、入ってくるよぐらいの距離でね、わーっと咲いてますんでね、あ、綺麗やなと思って見てたんですけどね、ちなみに、汚い話で申し訳ないですけど、うーって見とったらね、一回、メガネがね、真っ黒にね、ピタッ、真っ黒になって、なんじゃと思ったらね、なんとね、ケムシさんがね、ピタッてね、メガネについてたっていうこともありましたが、風が強かったしね、おおってね、まあまあ、そんなね、でかいケムシじゃなかったんでね、おおぐらいで済みましたけどね、むしろメガネかけといてよかったなって。じゃあ、さすがにね、ちょっとダイレクトケムシはね、ちょっとね、さすがにちょっとね、うぎゃーってなると思いますんでね、さすがにそれはね、防げたということで、まあ、メガネ大事だな、なんてことも思いながらね、まあ、一応桜見れたし、まあ、いいのかな、ということでね。まあまあまあ、なかなかね、他のところのね、吉野の桜とか、あとはね、薄墨桜とかね、見に行きたいな、っていうのもあったんですけどね。まあ、あとはこれはね、ちょっと今年はどうせ絶対無理だとは思ってましたけど、江田島の桜とかね、あそこ、広島のね、江田島市っていうところにね、桜の名所がね、桜の名所でもないんですけど、第一術科学校ですね。旧海軍の兵学校のところの中に、実は桜の木が植わってましてね。あそこ面白いのがね、風が全然吹かない、地域なんでね、まっすぐ伸びるんですよね、木が。ですからね、桜の木もちょっとね、同じソメイヨシノでも、ちょっと独特のね、形になってるっていうのが、面白いところで。まだね、桜のね、咲いてる季節にね、行ったことがないんでね、ちょっと行ってみたいな、なんてことも思いながらも、まあちょっとね、コロナ、まあ、正直ね、あと2年ぐらいはね、この手の冬場になったらワーギャーワーギャーっていうのが続くと思いますんで、ワクチンはね、できたってはなってますけど、多分まだ来年は無理でしょ。で、多分もう再来年ぐらいまでは、いや、で、4年ですもんね。まあ、4年でね、この手の新型ウイルスのね、やつがね、収束というかね、いわゆる、通常通りの、いわゆる、ロジスティックに戻していくことができるって言ったら、まあ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 上出来の方ですからね。そうですよ。1年やね、2ヶ月3ヶ月でどうにかなるなんてことは絶対ないですからね。あれは一体どこから出てきたんでしょうね。根拠のない論拠はねって言いたいけど、まあ、それはちょっとまず政治チャンネルの方でね、また語らせてもらいますね。ここではね、そこはあまり触れ合いようにはしますけどね。まあ、あとはね、何があったかな、今週はということをね、さあ、そう、ラジオをね、こうやってね、撮るように、ね、毎週撮るようになったんでね、最近ね、ちょっと日記じゃないですけどね、こんなことあったなっていうのをね、ちょっと書き控えるようにね、なりましてね、もう仕事のメモ以外は基本撮らなかったんですけどね、最近はそういうのもね、書くようになっとったんでね、何があったかなと思ったら、そう、ボールペンのね、インクを使い切ったんですよ。どうでも言わないで申し訳ないんですけどね、いや、皆さんどうですか、油性ボールペン、あれですけどね、三菱鉛筆の、何でしたっけ、名前は、ジェットストリームをね、使っとってね、まあ、アクロボールも好きなんですけどね、パイロットの。まあ、ジェットストリームがね、一番、手軽にね、買えますんでね、そう、ジェットストリームを買って、まあ、言うて、いろんなところにもね、私、書くのに、パッと思いついたところに書けるように、あちこちにペンをね、置いとく癖がありますんで、現場ではね、職場ではね、そういうことできないんで、ペンの持ち込み本数とかも全部決まってますからね、そう。で、いうことで、一本のペンね、持って使ってるんですけど、連絡さんようにね、使ってるあれですけど、普段はね、結構ね、郵便局の時なんかは、ペンを持っとってもね、だいたいお客さんに潰されるんですよ。何やと思うかもしれませんけどね、なん
か知らんけどね、すっごい上向きで書くお客さんとかいるんですよ。なんでわざわざそんな上に向けて書くのって。もうそしたらもうね、ペンね、引っ張ってね、もう五輪中になっちゃいますんでね。そうそう。それでね、あとはね、筆圧のすっごい強い人とかね、工場とかに行くとね、時々ね、すごい筆圧の方がいてね、で、ペン先がね、もうそれで、潰れちゃって、使えなくなったっていうね、こととかもね、あります。だからね、結構そういう風に潰されることが多いんで、局員さんによってはね、佐川とかでも同じかもしれませんけど、もう安いペンしか使わんって、どうせもう使い切る前に壊されるでっていうのがね、あるんですよ。本当にね、嘘やと思うかもしれませんけどね、本当にね、行くとね、もうね、ほぼ天井を向けてわざわざ書くような人とかね、いましたからね、なんでわざわざそんな持ち上げてわざわざ書くのって。と思って、なかなかね、インクを使い切ることなかったんですけどね、この度ついにね、インク使い切ったんですよ。最後の最後はね、ネタ帳、ね、新しいネタをね、実はね、ちょっとリニューアルに当ててね、100ネタね、考えようということでね、新ネタ100個をね、バーっとね、リストアップで書き上げるっていうのを作業をやってたんですよね。この5チャンネル体制にするにあたって。で、その時にね、ちょうど途中でね、使い切りましたね。これはね、きっとね、使い切った、企画、やった赤時にはね、うちのチャンネルもね、もうね、1万、1000人と言わずね、10万人、100万人とね、ドカンとね、当たるようなね、企画になるんじゃないかということでね、準備してるんですけどね、果たしてあの企画が本当にそんなに盛り上がるのかは、非常に微妙な企画です。もしかしたらやんないかもしれないので、その時はね、一応ここのラジオで、こんな企画でしたというのは言おうと思います。そんなことでね、企画自体は溜まってるんですよね。ネタ自体はね、150ぐらいまで溜めてるんですけど、なかなかアウトプットが間に合ってなくてね。そう、それもあって、ちょっとね、ヤモペディアの方針と YouTube ね、ちょっと方針をね、変えようかなっていうことになりました。で、とりあえずヤモペディアに関してはすみません。4日放送をで、とりあえず打ち切りです。何してね、11動画を上げてるんですよ。11動画上げて、チャンネル登録者数が1でしょ、チャンネル登録者数が1で、再生数が4ですからね。さすがにね、これはね、あれだなというのと、正直ヤマペディアね、簡単に確かに編集はできるんですけどね、言うてあれ喋っちゃうんでね、小1時間1本あたりね、小1時間ギャー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 喋ってるんで、結局ね、収録時間自体長引くんですよね。で、冷静に考えてみたらね、最初の予定だとヤマペディアを毎日上げますよっていうふうに言ってましたよね。で、YouTube も、週4配信って言ってたんですけど、すみません、ちょっと週3配信します。このステラジ放送する水曜日はちょっとお休みにして、月か木ね、の放送にさせていただこうと思うんですよ。っていうのも、なんでかっていうと、これもね、できるだけロー編集でやるっていうことでね、今までのやつはね、すでに作ってあった資料を使ってずっと20本撮りとかねやってたわけですけど、ここからはねちょっと資料を作りながらになるということで、さすがにね資料を作りながらになるとそれなりにちょっとやはり時間かかる。2分動画用のね簡単なフリップなんでね、そこまではかからないんで、週3放送はねこれはね継続でできるだろう。他に郵便用語とかねいろいろとねやることはありますからね、ということで週3配信するんですけど、これ週4にしてね、ここを週4にして、ヤマペディア週7にしてね、週7にすると、この時点ですでに11本なんですよ。週11本なんですよね。で、さらにそこにステラジが入る12でしょ。で、スターステージのメインチャンネルを2つ作るっていうね、週か言っとったんやから14本。で、それに4つ目が週3更新やりますから、週7本。プラスアルファ、個人用のチャンネルってことで、週17本撮りを繰り返していかないと、そのタクトが間に合わないというですね、ことになっててね。これね、その週のね、間で、ね、作れるし、なんとかね、と思ってたんですけどね。いやー、これね、ちょっと残業とかが入ってきたりとかっていうのとね、あとはね、ぶっちゃけステージで終わったとしてもね、これね、私もね、その5時に帰る仕事っていうのにね、あんまり入ってなかったからね、慣れてないっていうのもあるんですけど、やっぱ渋滞するんですね。世の中意外とみんな5時で帰ってたのねっていう。
そう、今まではね、5時で帰る、何それ、美味しいの、どこの都市伝説ですかみたいなね、仕事ばっかしやってましたから、ね、朝の6時に、ね、出勤して、そのまま夜の11時、12時までなんてね、ザラでね、家で4時間寝れたら上等やないかってね、いうようなね、生活が結構な多かったんでね、そうそうそう。まあ、接客業の場合は、朝はちょっと遅めね、9時出勤とかでもいいところもね、多かったけど、スーパーは朝早かったし。郵便局もね、言うてね、一時期はね、朝早かったですからね。いろいろとちょっとあれはね、揉み事があったりとかあったからね、またちょっとドタバタでしたけど、そう、ただね、やっぱね、帰り道がね、そうそうそう、最近もずっと夜勤だったからね、今までね、その、ね、20分くらいでね、これ取った道のりがね、余裕で1時間以上かかりますね。まあちょっとね、橋を渡ったりするところが多いんでね、抜け道がないっていうのもあるんですけどね、いやーこれはねかかるんでね、言うてね、家帰ってからね、それでねちょっと運転時間も長くなりますからね、帰るとね、まあ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 ね、バタンキューすることが多くてね、なかなかうまいこといかねえな、なんてことを思いながらね、まあということでちょっとヤマンペディアとりあえずお休みして、まあ何でね11本動画上げてね、チャンネル登録者数が4だったらいいですよ。再生数が4ですからね。これどんな気やねんっていう話ですから。ね、ということで、さすがにね、ちょっとこれはちょっと打ち切りですので、はっきりしちゃいましょう。まあ、ネタがなくなってきたらまたやるかもしれませんけど、まあまあどうなのかな。多分、このまま打ち切りになるんじゃないかな。もしかしたら、ゲーム用のチャンネルとかでね、書いたりとかね、何かしらでね、リニューアルを、こっそりするかもしれません。で、YouTube の方は、まあ、継続でやってきますからね、ということで、まあ、こちらの方で郵便とかね、ちょっと興味のある方はね、2分でね、まとめてやるという、これをね、ちょっとね、本編の方でもね、やっていくと思いますんでね、いくらなんでもね、ぐだぐだ喋りすぎやったら、まあ、仕方ないですよね。私、基本的に本当に、もう喋りたいことがあったら、5時間でも6時間でも平気でずっと喋り続けることができますんでね、こんな感じで。今だって一人で、こんな一人暮らしのね、家でね、延々と喋ってるわけですからね。まあ、嘘やと思うかもしれませんけど、本当にね、延々と喋り続けることができちゃいますんでね。これだけはね、何なんでしょうね。特技と言っていいのかね、ちょっと危ない人っていう表現の方が正しい気がしますけど。まあまあそんなことはね置いといても、まあね喋りたいことはわーっと喋って、まあただね予約もしてかないと、いかんせん取る量が言うてそれでね減らしたとはいえね、7本減って8本減らしたとはいえ、一応週336の、369本でしょ、うん、一応9本はね取ってく予定ですからね、まあまあこれはね大変だろうということなんでね、まあ、それなりにやってこメインチャンネルでもね、この2分でわかるシリーズで、まあまあ、ようやくできとって、まあ、こっちの方のが、それなりにニーズあるんじゃないかなと思いますんでね、ちょっと過去に撮ったね、なんかいろんな解説動画2時間ぐらい喋ったよね、とか、なんとか2分でまとめてね、やったりとかもやろうと思います。で、まあ、やはりね、語りきれんわってなると思いますんで、その後に、うっぷん晴らすように1時間ぐらい喋ったやつも多分、ロングバージョンで上げると思いますけど、メインチャンネルの方は。YouTube の方はね、やらないと思います、そういうのは。と思います。まあ、YouTube は YouTube でちょっと喋る企画も考えてますんで、暴露話とかね、やっぱ郵便局の暴露話とかしないと伸びないでしょ。ね、ありません、ね、いくらでもね、ありますからね、年賀状の話がいいですか、カモメイトの話がいいですか、頒布会の話がいいですか、何でもありましたらね、どんどんとね、やるために今ね、ちょっとしたね、資料をね、まとめてますんでね、昔のメモ帳のデータをね、まとめてですね、やったりしてる企画もございますね、そちらもね、おいおい、ゴールデンウィークをメロディに公開できればと思っておりますので、ご期待いただければと思います。あとはなんだ、4つ目がね、これね、CM がどっちに流してるかな、このね、後に流してるかもしれませんから、あれなんですけど、聞いてもらったらもう分かることなんで、ここでね、もう言っておきますと、こっそりエリアが変更になってます。最初、前回まで放送しとった CM の方では、対象地域がね、四日市市と、いなべ、桑名、鈴鹿、亀山、津、で、東院町とかね、東院町に、木曽崎町に、朝日川越、小物ってなってたと思うんですけどね、こっそりね、松坂と滝郡ね、滝町と明和町と、大樹町か、ね、あ、じゃあ大樹町は あっちか、もう一つの郡だね、明和町と、あと、なんだ、
大台町だね、大台町ね。で、そう、大樹町は渡来郡ですからね。そうそう、まあ、この辺りも合併してね、だいぶ町の数が減りましたけど、まあ、この辺りもね、こっそりと含めております。っていうのもね、改めて考えてみたらね、北中西地方って言ってるんだから、あの、私もうかつだったんですけどね、そういや、まさかは中西だよな、ね、そう、伊勢から南西ですからね、そうそうそう、あと思ってね、改めてね、中西地方っていうのをね、調べてみたら、そっか、多気町とかあの辺りもね、あの、この辺りも中西に区分されるんだということにね、おめ、地元愛と言ってね、言って、こんなね、チャンネル立ち上げておきながらと言われそうで怖いんですけど、そうだ、そうだ、一応こっちも、そうだ、あっちも中西地方だからね、もう北中西って言ってるね、手前ね、これはエリアに含めましょうということでね、含めさせていただきます。あの、ね、だんだん言うとね、こちらの地域の方もね、また CM 入りますけどね、あの、紹介できるね、お店とかね、もうね、どしどし募集しておりますんでね、あの、YouTube もガンガン取材にね、行かせていただきますのでね、よろしくお願いいたしますと。いうことぐらいで、とりあえず喋ることは喋ったかな。まあ、ということで、とりあえず喋りたいことは一通り喋ったんで、これでからね、新着動画のね、紹介のコーナーの方に行きたいと思います。ということで、以上、冒頭緊急トークでした。ないない連盟参加者大募集。スターステールでは、チャンネル登録者がいない、収益がない底辺 YouTuber のための団体を創設しました。その名もないない連盟。検索やおすすめ表示などに反映されず、なかなか一般のお客様に認知されない、より良い動画作りの方法がわからないけど、事務所やコンサルタントに委託できる資金力もない、クリエイター同士で情報交換したいけど登録者数が少なくて相手にしてもらえない、そんな我々底辺 YouTuber の悩みを解決するべく、さまざまな活動を展開予定です。例えば1、スターステール総合チャンネルでの紹介動画の作成拡散。2、スターステール品質保証センターによる品質検査証の発行。3、連盟チャンネル同士での各種情報交換互助ができるようになります。参加方法はこの動画にコメントするだけと超簡単、しかも完全無料。私たちと一緒にチャンネルを育成しませんか？詳しくは概要欄にある解説動画または山田までお気軽にお問い合わせください。つなぐ、つながる、強くなる、スターステール。日本邦画党では党員を随時募集しています。すっごい政治に興味がある方も、政治めんどくねって方も、無料で気軽に政治のことを学べる、話せる、そんな党を目指しています。工作員、スパイの参加も大歓迎。党員になる方法は超簡単。動画概要欄にある日本邦画党の公式 Twitter をフォローするだけ。さあみんなで政治しよう。燃える心が日本を変える。日本邦画党。 The Stale Group This Week's Lineup。はい、今週の更新動画紹介。言いにくいね、これ。今週の更新動画。ね、なんでこんなタイトルにしたんだろうと思いながらね。さあ、今週ね、今週は、これが7日放送ということで、このね、4月1日、ちょうど4月1日からね、4月1日から、7日までの、この1週間の、スターステールグループのチャンネルで更新された動画を紹介してまいります。まずは、スターステール総合チャンネルですね。こちらは、この間に更新されたのが、2日にね、これは、あの、ちょっと、解説動画、ね、簡単にちょっと挙句に30分超えの、徹底解説動画を上げてますけど、まあ、脱ガソリン運動に関するね、やつですね。なんや、おめえ、あのね、脱ガソリン運動、今ね、わーって言ってることがね、どんだけね、ちょっと無意味なこと言っとんねんやっていうことね、言ってますけどね、なんや、おめえはね、CO2 削減とかそういうのに、興味がないからね、地球が温暖化になってね、あの、地球市民のみんなが苦しんでもいいのかってね、いう立場なのかとかってね、いうふうにね、タイトルを見てね、思われる方も多いかもしれませんけどね、そうじゃなくてね、あの、
大事なのは、今ガソリン運動でわーって言ってることって、2035年までにとにかくガソリンエンジンなくしますとかっていうのが、果たしてその原油の減産にどれくらいの企業があるのかとかね、そういうのをある程度科学的根拠というかね、提案に基づいて説明をしておって、ただなんか経済が苦しんで私たちが苦しんだら最終的に地球が良くなるに違いないわっていうね、すごく非科学的なところがいっぱいあるんだよっていうね、闇を、ついてしまっているというやつになっております。まあ、ね、ご興味のある方は見ていただければと思います。まだね誰ね1再生しかも入ってませんからね。よしで次は、あとはナイナイ連盟のね CM も更新したのね90秒バージョンのやつあげましたのと、3日にあれか、土曜日に、東前鶴駅のね、1万円散歩の様子をね、公開しました。これ2019年の6月だったっけ、ゴールデンウィーク明けですよね。そうそうそう、5月頃にね撮ったやつですけど、2年ねもう2年前の、動画になっておりますけどね。そうそう、すっかりね上げるの忘れてました。まあ今回この動画でね、うちのねサークルのメンバー見えますんで、顔はねモザイクとかかかってますけどね、そうそうそう、一応ねうちのメンバーとちょっと行ってきた動画があったのをねふと思い出してましたんでね、ちょっとアフレコを入れてあげましたよと、いう動画になってます。まあまあ基本的にまあ3年2本3本動画、ラジオと合わせて3本、まあまあちょっとね余裕出てきたらねまたまあゴールデンウィークに向けてちょっとまとめて作りたいなというのもありますんでね、そのあたりとかも向けていろいろと動いてますので、しばらくこんな感じの、更新になるかなと思います。続きまして YouTube ですね。郵便いろいろ解説チャンネル YouTube は、何が上がってたかな。今はまだねずっとね毎日更新やってます。15日まではね、毎日更新ができます。これはもうね動画アップロード完了してますので、これはできますからね。ということで、4月1日から何が上がってたかな。継承か、1日はいろんなねサマー音球とかね、まあこの辺りは聞いたことあると思う。着付けとかね、サマン型語、恩字詞とかね、そうそう、いろいろありますよっていうね、やつをバーッと紹介してます。意外と知らないことも多いと思いますんでね、恩字詞と語気化っていうのはね、本当に医療関係にないとね、聞かない言葉だと思います。まあ、私たちはね、郵便屋さんなんでね、やったんでね、配りに行きますからね、そういうようなやつも見ますけど、あれもね、最初何かなと思いましたもんね。そういう継承もあるんやなっていうのをね、やりながら。で、あとはなんだ、特殊取り扱いに関してね、そう、オプションね、特殊取り扱いという郵便に関して説明した動画は、なんとまだ未だに1再生も入ってないという。すごいなすごいな、人気のなさっぷりが凄まじいですね。で、あとはまあ CM 作ったやつもね、放送がかかりましたし、あとは速達と特定記録と配達日指定郵便ね、に関する動画が上がってますけど、まあこれもね、全然動画の再生は入ってませんよということでございますね。で、まあ大きいね、まあこれはね、どっちかというとね、そんなのあるんだって見てみようというよりはね、後々で、これは本チャンネルの方で上げてる今の動画もそうなんですけど、YouTube はね、要は、配達日指定郵便というものね、何なんだろうってね、Google で検索したときにね、こんなのね、説明してるのね、うちのチャンネルぐらいなんでね、結構上位に上がってくるんですよね。そうするとね、こう、再生数が入ってくるってことなんで、これね、スルメというか、漬物のようなね、感じでね、後々ね、じわりじわりと再生がね、ずっと入るようになりますんでね、まあ、ここのチャンネルはそういう感じにやるのかなと思ってます。ですから、そんなすぐにボーンと増えてね、わあ、人気になるわっていうようなことはね、期待してませんのでね、そうそうそう。とはいえ、ヤマトエリアほどのね、まあ、とはいえ、これも1再生とかね、2再生、3再生とかなんでね、まあまあ、あんま人のこと言えないんですけど、まあ、ヤマペディアはゼロがほとんど並んでましたからね、あれは悲惨でしたからね。ということで、まあ、まだまだね、毎日いろんなね、こっからちょっとマニアックなやつも増えてきますよ。書き留めのね、いろんな細かい種類とかね、なってきます。まあ、大体普段からね、メインで上げてた、長いやつでも、内容証明とかね、このあたりとかも入ってくるようになってきますから、これやっぱしね、人気ありますから、ね、内容証明は再来週か、もうちょっと先になりますけどね、というような感じの予定になっておりますね。そっか、あと2
あげるのが簡易掛け止めまで上がるからね、多分ね、簡易掛け止めはまたね、行くと思いますんでね。これは、やはり簡易掛け止めってね、意外と説明してるところが少なくてね、なんて言ったらいいの、簡易掛け止めに差し出し方法とかね、そういうのを説明してある動画っていうのはあるみたいですけど、要は書き留めっていうのがね、保険だよみたいな話とかね、何なのどういうのにつけりゃいいのっていうのにね、定義っていうのがね、意外と分かってない方が多いんだなっていうね、ああいう解説してる方でもね、もう単純な話で、あれ保険なんでね、どんなに高いものを送ってもつけなくたっていいし、つけたっていいしねっていうところなんですけど、ただ保証がないだけですよ、万一のことがあった時に保証してほしかったら書き留めつけなさいよということで、でそれが5万円以内でいいなら簡易書き留めでいいし、5万円を超える、ね、商品だったら、一般書き留めでないとダメですし、まあ、それを簡易書き留め送ったとしてもわぎゃそわいだところで5万円までしか出ませんからねっていうだけの話ということで、こういうのを2分で、まあまあ、今も2分でまとまりましたね。もうじゃあ見る必要ねえじゃねえかと思うかもしれませんけど、やめてください。大丈夫です。ね、見て損はないですからね。ぜひね、再生数をね、そういうようなね、わかりやすいのやってるんやってね、思っていただけた方は、ぜひね、チャンネル登録ね、いただけるといいんじゃないかな、なんて思います。で、ヤマペリアンは、それなりに更新はしてましたけど、まあまあ、もうゼロ再生ばっかしなんで、もう、今更語りません。なんか、正直ね、このね、グラフレンタルとかはあれかなと思いましたけど、ラーコーティフレンツ2000ね。ただね、これは全然再生入りませんでしたけどね、3動画合わせて1再生しか入ってませんけどね。まあ、ただね、ハンガリーっていうのね、学ぶ上で、これね、結構ね、すごく重要なところでございましたんでね、ぜひね、これはね、見ていただきたいなと思います。最後のメールの見上げにね、このチャンネルのヤマペリアの、というふうな。で、あとは4つ目ね。4つ目は、引き続き、アスナロー鉄道の動画が公開されております。ということで、ちょうどね、泊まりから大岩家に歩きに行った動画なんかが上がってますよね。そう、泊まり駅の手前あたりから始まって、そのあたりが上がってますと、いうことでございます。で、ここはね、あれですよ。ちょうどね、4月1日からね、アスナロ鉄道が、ついに鉄道娘とコラボレーションして、大岩家アスナちゃんですっけっていうね、マスコットキャラクターでできましたよということで、ちょうどね、その、モチーフになった駅がね、大岩家駅ってことでね、おお、これはね、タイムリーに出したし、これは再生数伸びるんじゃないかと思ったらね、2再生か。そうか。なかなかうまいこといかないですね。まあまあ、大八木駅また改めて行って、ナロー弁当もね、ちょっとね、食べたいなと思います。あれはまた4つ目でね、ちょっと食べて、レビューとかしたいなと思ってますんでね、なかなか、ただね、平日、うまいこと買いに行けないなっていうね、ことがありますんでね、そうそうそう。なんとかね、うまいこと都合つけて、ちょっとまた買いに行きたいなと思います。というのと、あとは、そのね、トライアルの前にあるね、小物の看板ね、小物地区って書いてあるんですよね。泊まりの泊まん中で。なんであそこが小物やねんと思いながらね、まあ、地元の人しかわからないネタでね、申し訳ないんですけど、本当に全然違う地区の名前なんですよ。なんやろうなって思いながら、撮ったやつをちょっと1本、1分動画でね、上げてありますけど、90秒動画か。ね、っていう感じですね。あとは個人チャンネルの方も軽く触れておきますと、そう、とりあえず、この間に、あげたのはないのか。そうです。この前ね、角田選手がね、デビュー戦で表彰台乗った、ね、いけるんじゃないかっていうね、動画あげて、まあ、表彰台はね、無理でしたけど、でも9位でね、初めて、日本人で初めてデビュー戦でね、入賞ということでね、素晴らしい記録です。ということでね、いやよかった。これはでも本当に、今シーズン、この後セットアップとか決まってきたら、全然表彰台あり得るぞ。で、最後のね、ペレスでしたっけ、オーバーレグ。ね、見事にね、浮いて、ね、9位まで上げましたもんね。いやー、あれ、走りをね、見せたっていうのは、これはもう、間違いなく今、ルーキーの中では、評価、最高水準に達してますからね。いやー、これ、世界中の評価ね、日本だけじゃなくて。いや、これはちょっと本当に楽しみですね。今年本田院長も調子良さそうですからね、ちょっと本当に期待したいなと思いますよっていう話をしながら、まあこんなところですね。ということですね。これでとりあえず一通り紹介は終わったかなということですね。ということで、まあこれら5チャンネルね、スターステールグループチャンネルでは、
あまねくチャンネルの動画を制作公開しています。皆様のチャンネルリマインダー登録お待ちしております。以上、今週の新着動画紹介でした。あ、本当に言いにくいね。あと違うわ、新着動画紹介じゃなくて今週の更新動画紹介だ。はい、ちょっと決まらないね、すいません。4つ目で紹介させていただける企業様、店舗様大募集。4つ目では地域情報のご紹介動画撮影にご協力いただける会社、店舗様を大募集しております。新店開店のお知らせや料理紹介はもちろん、求人案内や会社紹介などなど、何でもお気軽にお問い合わせくださいませ。完全無料で対応いたします。雨季のハガキサイズ広告を設置いただける方も合わせて募集しています。対象地域は四日市市、桑名市、いなべ市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、桑名郡木曽崎町、いなべ郡東院町、三重郡小諸町、朝日町、川越町、滝郡滝町、明和町、大台町、渡来郡大樹町です。上記地域以外の方もお気軽にお問い合わせください。上記地域以外の方もお気軽にお問い合わせください。様々な業界で働いてきた山田ならではの発信力でお客様のニーズに応えます。ローカルに生きる、ローカルが生きる。4つ目、協会委員会。このコーナーでは世の中にあふれる様々な協会委員会を取り上げ、その活動内容を学んでまいります。さあ、ということで今回ね、第2回目のコーナーになってまいりますけど、前回はね、もやし協会をやりました。さあ、今回で取り上げさせていただく協会はこちらでございます。 JABM 日本ボンド自制材料協会。これはね、ちょっと音だけだとちょっと分かりにくいと思いますんで、漢字ね、あのロゴで入れておきますけど、JABM っていうのが、ジャパンアソシエーションオブボンディッドマグマゼんマカマゼネマグネティックかマジェネティックマテリアルズっていうことで、これだけ聞いてもね、ピンとこないと思いますんでね、協会のね、ね、磁性材料ってことね、なんか磁石とかボンドとか、要はくっつくものをなんかあるのかなっていうような感じのイメージかなと思うんですけどね、実際にちょっと私もね、わからないんでね、ちょっと協会の案内見てみようと思います。JABM は、書いてある通り、ここら辺読んでみますね、トップのところ。ボンド磁性材料用原材料、およびその製品の健全なる発展を図ることを目的として、1988年10月に協会事務所を開設いたしましたということらしいです。で、JABM は法人会員57社、個人会員60名、うち、法人国際会員13社、個人国際会員3名にて活動していますよと。なんかすごいですね、インターナショナルですね。主な活動としては出荷統計と需要予測と、海外生産統計調査を行い、会員各員に配布、ボンド磁性材料に関する技術講演会とかシンポジウムの企画開催と、技術ガイドブックおよび機関誌 BM ニュース、BM、あ、ボンディッドバ、ま、マグネス、マグネティック、マジェネティック、マジェネティックなんだよな、綴り的には。なんで、まあ、ニュースの、作成、配布とか、磁石測定器、構成用磁石、何、磁石測定器、構成用磁石なんだ。磁石を、の測定器を構成するための磁石、そんなのがあるの、製作配布等を行っています。すごいな。この磁石測定器、構成用磁石ってどんなんなの？ちょっと Google で調べてみよう。あ、画像出てきた。あ、三つと四のやつなんだ。で、なんか出てきましたね。三つと四は、あれなんかよく作ってますよね。うち、ノギスとかそうだな。ノギスとかマイクロメーターもそうじゃなかったかな。うん。そうそうそう。いう。まあまあ、よく作ってるところですね。がやってるみたいですね。
情報とかも、会員企業のご案内とかもですね、どういうところが入ってるのか、エプソンアトミックス、童話エレクトロニクスとか、いろいろ入ってますね。なるほど、なるほど。結構インターナショナルに入ってますね。会長のご挨拶、局の委員会とか。あ、委員会ありますよ。やっぱり、協会の中にやっぱ委員会の付き物なんですね。協会委員会、やっぱりね、これね、協会委員会ね、これネーミング買ったな。で、委員会は企画委員会、技術委員会、機関紙編集委員会なんてありますよ。機関紙編集してますよ。はぁ。すごいですね。編集講義なんとか出てますね。技術動画の編集講義が、まあ、公開されてますよ。PDF で公開されてますね。おうおうおう、これを読んだら、もうなんかだんだんこれでもヤマペディアやらなくていいんじゃねっていう感がね、これをやっててもね、湧いてきた気はするんですよね、正直。この協会委員会で。十分あの雑学の、あの、息を広めとる気がするんですよね。で、二次会は、ね、休止になったみたいですよ。で、なんか工事製材料についてとか、まあいろいろ書いてありますね。長崎大学の、なんか発表とかもなんか載ってますね。ほー。へー。あとは、なんか、自製材料おもしろコーナーってのがありますよ。簡単な電車作り方、走る原理。何これ、簡単な電車の説明用の資料なんてのがあるみたいですね。これ何？あ、これ俺、YouTube の動画で見たことある簡単な電車の、あ、コイルの中になんか磁石と電池を引っ付けたやつを入れると、あの、電磁石が働いて、電磁力が働いて、それであの、カタカタカタってあの進んでいくよっていうやつですね。それであの、輪っかを繋いだると、そのまま、あの、ループ線みたいにぐる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 、あの、回って、あの、電池がね、ずっと回ってきますよっていうやつね。動画でね、あれ結構ね、200万再生とか400万再生とか言ってるんじゃないかな。あの、なんかね、おすすめでね、なんか雑学調べとった時にね、出てきましたわ。あ、あれの作り方なんかが載ってますね。へえ。あとは、ボンド磁石の歴史についてもなんかね、書いてありますね。お、これはなかなか言う答えがありそうな。磁石というのは、なんか永久磁石の一種である、フェライトボンド磁石の工業的応用の始まりは1960年代なんですね。60年のグッドリッチ、ね、社の、特許広告であると。ビニール樹脂に、磁鉄鋼片を、混練して押し出し装置で細長い、帯状に成形し、冷蔵庫のドアガスケットに応用する技術が紹介されている。あ、はいはい、ドアガスケット。要は、ドアをパタンと閉めるね、あの、密着させるあれか。はぁ、それまでは、冷蔵庫の扉は機械式ハンドルね。あ、まあ、今でもあの、キャンパーとかだったらそうですよね。あの、いわゆるスーパーとかの冷蔵室なんかは、あの、そういうハンドルでガチャンってしますけどね。あの、トラックの、あの、後ろみたいなやつね。あのトレーラーの、あの、コンテナの、開け閉めするような感じね。ですけど、放置された、廃棄冷蔵庫に子供が入って出られなくなってしまった事件なども影響して、ゴム磁石による吸着で扉を保持する方式がその後一般的になったと言われてるそうですよ。へえ、知らんかった。確かにね、あの、そう、あの、チャンパーのね、ところでね、一回あの、鍵が壊れてね、私も冷凍庫でね、家族閉じ込められたことありますかね。10分ぐらいでしたけどね、本当にね、これ出れんかと俺死ぬんじゃねえか、投資するんじゃねえかと思いましたもんね。そうそうそう。いや、あれはね、怖いですからね。まあ、廃棄されとってもね、そうですよね。はあ、そうなんや。で、このドアガスケットに応用して、今の声、ドア、あの、冷蔵庫がパタンと閉まるのね。ああ、あれなんかに使われてるあの技術らしいですよ。すごく役に立ってるじゃないですか。いや、すごいな、すごいな。
ということでですね、まあまあまあ一通りこれ紹介できたかな、10分ぐらいになりましたし、まあいろんなね事業活動とかもね書いてあります、ご挨拶なんかもねいろいろと会長の挨拶なんかも載っておりますので、またねリンクの方概要欄に貼っておきますので、ね、JABM 日本ボンド自生材料協会さん、The Japan Association of Bonded Magnetic Materialこんな感じの、協会さんでございましたということでね、またリンクの方からねご興味ある方ね、あのリンクを進んでいただいてね、サイトの方を見ていただければと思います。ということでですね、よっこいしょということで、以上協会委員会のコーナーでした。 YouTube では郵便にまつわるさまざまな情報を発信しています。郵便商品の紹介から元局員ならではの業界用語や裏話まで原則2分以内で分かりやすく解説しています。毎週月曜、火曜、木曜のお昼12時に公開、4月14日までは開店記念で毎日更新しています。あなたに届く郵便ガール、 YouTube スターステールプレゼンツウェブレディオプログラムステラジ、さあお送りしてまいりました、スターステイルプレゼンツウェブレディオプログラムテラジね、第10回放送本文をねエンディングの時間になりましたよということで、まあまあいい、やっぱコンテンツがね入ってるとね、まあそれなりにねパパパッと喋っとっても言うていい時間になってくるもんだなということで、30分ではまとまらんのかな、1時間以内は多分まとまるのかなって感じですけど、まあ1時間の番組になりそうですね今後も。ということでですね、まあこれからもね、こんな感じで、まあ少しはね、これで、今までね、あの30本撮りとかね、無理やりやってね、なんとかやろうとしてたのはね、とりあえずあの落ち着けれますね。ただね、一応ゴールデンウィークに向けてね、まだ収録もね、ライブしてないといけないし、そう、県外のね、収録とかできないのでね、ちょっと痛いですからね。で、あとはね、ゴールデンウィークもまたね、余計でちょっと動画のね、投下してね、ちょっとでもね、ちょっとお客さんもね、増やさないといけませんからね、あまりにもちょっとね、少ない。いうことでね、ちょっとそこはね、どうかしないといけませんので、まあ、いろいろと企画は打っていこうと思っております。あのね、間でね、CM 流れてます通り、いろんな企画ね、内内連盟とかね、あとは、4つ目の方でもね、募集とかね、やってます。最近のね、YouTuber さんもね、ぜひね、あの、一緒にね、あの、もうね、あの、ダメ元でね、みんなで集まってね、こう、底辺集まればね、怖くないですからね、まあ、いいね、裏話だと、もうずっと底辺でございますから。ね、そのまま一緒にねやっていける仲間がね増えていったらいいんじゃないかななんてことも思いながら、とりあえずこの番組締めにかかっていきますよということでですね、呼び込みやっていきましょう。番組では皆様からのメッセージを募集しています。この動画のコメント欄またはツイッターアドレス@yamaryoh 宛てにお送りください。番組ハッシュタグ、シャープステラジ、シャープカタカナのステにひらがなのラジで投稿いただいても OK です。皆様からのご意見ご感想これよりお待ち申し上げます。というか、まあ、このね動画のコメント欄にねパパッと書いてもらったらね、それで全然あの本当にありがたい話でございますので、ぜひ感想とかね聞かせていただければと思いますよ。まあその前に再生数が前回のやつも1ですからね、それはね、1ってことは多分私のデバッグ分だけじゃないのかで、あの一応ねちゃんと投稿できるかなって、聞いたりすることはありますんでね、だけかなってことは誰も聞いてない気もしますけど、まあもしね聞いていただいたかね、既得な方がいらっしゃいましたらね、ぜひね、あの感想とかね、つまらんわ、全然いただければね、大丈夫でございますので、よろしくお願いいたします。ということで、本日ね、スターセールプレゼント、ウェブレディオプログラム、ステラジ、今週の放送はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。また来週8時にお会いしましょう。あ、そう、こっそり8時に変更になってますからね、よろしくお願いいたしますよ。ということで、またね、来週8時にお会いしましょう。というか、来週と言わず、その間に上がってる各動画も見てね、よろしくお願いします。ということで、以上でございます。バイバーイ。